県庁は大阪府柏原市内の一地域。柏原市の北東部に位置し、柏原市の前身である南河内群柏原町と合併する前の中河地群県庁村であった地域である。現在の住所表記では、青谷、花林道端、本堂、峠の各地域に該当する。柏原市北東部の山中、大和川の北側に位置し、地域内に 平地はほとんど存在しない。峠地区は、三里駅に近く、三里町建の地区の住宅地の脇が、府県境となっている。本堂地区はほぼ山上に位置しており、市議山からは、徒歩県内である。かつては、大和川右岸に沿うように、旧街道が通っていたが、前日の通り国道25号は対岸を通り、鉄道は亀の瀬地区を避けるように通る。 地域内に JR 山和地線の河内県城駅があるが、利用者はほぼ、青谷地区周辺の住民に限られており少ない。他の地区は、自家用車やコミュニティバスが欠かせない状況である。住所表記は、基本的に全て大和名番地であるが、カリンド・オバに、旅行の障子名が、地図上に残っている。また、峠地区は、通称、亀の瀬と呼ばれ、 日本全国的には、こちらの名称の方が有名である。河内県城駅、松谷三則寺亀の世す滑り、対策工事地区県城村に関するカテゴリー、ありがとうございます。